皆さんどうもこんにちは、メイトスです。さあ今回はスジモンをしっかりとぶっ倒していこうということで、いやスジモンねレベル40まで上げときましたということでね、はい今回も奈良のセント君が頑張ってくれるでしょうと信じてね、バトルしようぜということで行っていこうと思います。いやジョーカーが何やらエースのところちょっと黙らせちゃったと待ってください、言うらしいので、もうちょっとそこでサクサクっといっちゃおうかなと思います。いや楽しみですね。いやなんだこれ多すぎる敵。ぶっちゃけでも春日のやつあんまり強くないので、もうどうしようかなって内心思ってます。召喚術は弱い説出てますね、個人的には。どうするか武器がね、装備きれいのやっぱりどうなのかなと思いつつ、あ、ダメだったか、これもしかして。あんたについてくるんかーい。余裕だったらしい。まあそんなことはどうでもいいんですよ正直言って。それでもエースです今は。エース大丈夫か、なんかやばいことが起こっているとか、なんとかね、ジョーカーからね入った瞬間連絡来て、おーおーおーと思って、これはどういうことだ。え、殺意の極道に波動じゃないんで極道なんだ。かかすがかエース博士、しっかりしろ、大丈夫か。すまない、お前の大事な弟子を守りきれなかった。え、すだち、もしかして誰の仕業だ。ジョーカーだ。そしておそらく委員会バックについている。ジョーカーだからさっきあんなメールが来たのか。それでクレット氷川は奴に捕まり連れてかれた。おそらく奴のアンションに監禁されていると思う。奴は凶器を持って急に乗り込んでいって、クソ不覚だった、申し訳ない。あんたが謝ることじゃねえよ。で、ジョーカーのアジテートはどこにあるんだ。やつは秘密主義でな、アジトの場所は絶対に明かさねえんだ。だからわからねえ、なんで そんなやつが知ってんのやってんだよ。そんな、じゃあどうすりゃいいんだよ。わからねえなら調べるまでだ。博士、あんたも大丈夫かよ。あんまり大丈夫じゃねえが、人様の大事な弟子二人が捕らわれちまったんだ。今無理しなきゃ男が去る。俺が全てのネットワークを使ってジョーカーの後を見つけて、で、ん？見つけてみせる。必ず、な、だから少し時間をくれ。わかった。博士がアジトの場所を見つけてくれたら、すぐに乗り込もうぜ、スダチさん。え？スダチさん？どうした？ A さん、それまでの間、私を鍛えてくれませんか？え？もちろん構わないが、いいのか？あんたはあんたの流派のプレイカスの準備を頼んだぞ。わかった。ジョーカーってやつは一筋にはいかなそうだ。しっかり準備と対策を進めておこう。何これ、バトルか。なんかあるかな。青ね、別にやない。ああ、どう。言うてても欲しい色ないんだよな、別にな。全部入ってはいるもんな。赤も入ってるしね。スジモンぶっちゃけ、あれだな、弱いんだよな、今のところ。ちょっと待って。なんかないかな。ステータスがめちゃくちゃ強そうなやつ。いや、どういうて極みゴールド強いんだよな、マジで。極みゴールドは頭一つ飛び抜けてる感じ悪い。多分ね、このね、スジモンの S の色でレアリティがかかると思うんだけど、なぜか気づいてなかったんだけど、
極みゴールド多分プラチナっていうか多分最上位なんだよな。なんでなんだろうな。本物の当たりガチャだったんかもしれんね、これは。だって他のユニークキャラクターと一緒なんですよね。それ考えると、まあ筋振る入れて、いや他いないもんな。唯一プラスだぞ本当の筋物の中では。なんだ、怪しい UFO ね、その前あったやつか。まあ筋ガチャ回してもいいけど迷うな。あ、さ、朝倉なんかあったの、そういえば。ちょっと朝倉行くか。え、これ大丈夫か。ちょっとメインイベントまだ行く気ないんだけど。ちょっとまだダンジョンに行きたいまであるもんな。あ、でもあの、召喚説見てみるか。まあちょっと朝倉気になるな。朝倉行くか。これ、ユーモだね。お、ミントは。ジョーカーの話が分かったぞ。え、そうでしょ、オーギョギゲ。いや、もうどうせだけど、ここ行ったらちょっと朝倉殴ってから行くか。よよ、朝倉、春日一番来てくれたんだな。過去と未来。ああ、なんか少し雰囲気変わったか。変わったのか。どうだろうな。なんかこっち行って、あんたと戦ってから俺は生き方を変えた。さらに強くなるためにな。今までセンスだけやっていた格闘に真剣向き合うことにしたんだ。自分を高めるため、そうしてあんたに勝つためにな。そうか、どれくらい変わったかは実際に試してみてのお楽しみだ。やるか、じゃあ朝倉リベンジマッチ受けてくれるか。ああ、もちろんだ。よし、じゃあ行かせてもらおう。いいよ、やろう。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。オーケー。やだ、俺の番だ。よし、やるぜ。技使うか、待てよ。まずは、だって技弱いんだよな。ファイヤーパンチがめちゃくちゃ一番強いか。いや、サンダブリスいっか。まずはサンダブリス。ほー、弱くない？もう一回サンダブリス。いけ、極みゴールド。ファイヤーブレス入れておこうか。うん、はい、ファイヤーブレス。召喚師弱いだろこれ絶対。ちょっと待って、ヒールパウダーかなり運上げたら少しも気を抜いてやれたかもしんねえ。そっちもこの前強くなってるじゃねえか。大したもんだよ。ずいぶんトレーニングしたんだろ。まあな、あんたの言う通り、最近の俺は自分のセンスにかまけて自分を鍛えることをおろそかにしていた。自分より弱いやつを倒す、それはストレス解消にもなったし、気分も悪くなかったが、どこか虚しかった。だがあんたとの戦いはそうじゃなかった。久々に血湧き肉踊る気分が味わえた。気づいたよ、これが本当に俺が求めたものだって。朝倉、変わったな。前よりいい目をしているぜ。やっぱりそうか。だからかな、動画が伸びたのも。動画？ああ、この前の俺たちの真剣勝負、実は撮影してた。それを朝倉チャンネルアップしたら過去一受けが良かったんだ。え、動画撮ってたのかよ。言ってなかったっけ。悪い悪い。でも大丈夫、あんたの顔はモザイク入れといたから。肖像権とかいろいろあるしな。お気遣いどうも。全く油断も隙もねえな。ちゃっかりしてるぜ。で、その動画はどんな反響があったんだ。やっぱり本気出したからその熱が伝わったっぽい。あと技とかもいっぱい出したし、
真剣勝負ってやっぱ受けるんだな。だから俺的にも残念的にもあんたとの真剣勝負は最高のコンテンツなんだ。俺はもっといろいろ技を覚えて自分を鍛えてまたあんたに挑戦させてもらうよ。次が最後だ。そして次こそ俺が勝つ。そして動画も最高視聴数獲得でハッピーエンドだ。へっ、プロデュース力高いやつだ。だがそうはいかね、最後も俺が勝つぜ。楽しみにしてる。え、なんだトミー見てない。ああ。ん、やっと見つけたぜ、朝倉。あれこれ誰だっけ。いや、なんだこの怪しい幕引き。ウォーミングアップを獲得した。これ筋も召喚師マジ弱そうだな。まあまあまあいいか、とりあえず行くか。極道の巣立ちを見に行こうか。一体どんな感じになってんだ極道の巣立ちくん。オーラ出てんのかな。めちゃくちゃスッキリした顔してそうだけど。アジモメン、オーケー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 。え、なんだこいつ、なんだこいつ。なんか怪しくない、あれ何、謎を隠しキャラクターみたいな感じになってんじゃん、あいつ。博士、最終段階だ。え、行くぞ。よーはー、え、育ち、あ、これ育ちが、これ育ちか。いつも育ちっちゃうわ。見事だ。俺顔してることはもうない。頑張ったな。素性の中にはごくまれに、何か大きな出来事をきっかけに、殺意の極道に目覚める者がいると言われているが、まさか育ちがそうだとはな。殺意の波動、極道。怒り、憎しみ、恨み、そういった感じが混ざり合って宿り、そのものの能力を大幅に引き出し極めさせ覚醒させること、それが筋神業界では殺意の極道と呼ばれている。俺もこの世に見たことはなかったが、まさかこんなところに見えるとはな。殺意の極道に目覚めた育ちさん、お待たせしました。春日さん、今の俺は今の育ちじゃありません。絶対にジョーカーを出す。行きましょう春日さん。あ、ああ、ジョーカーの人はハーバースイート付近の倉庫の中だ。どんな手を使っても勝つ卑怯な男だが、その実力は本物だ。奴自身もともとはファイターでな、アングラ格闘界でかなり名を馳せていて、ハワイ最強の男とも言われていたんだ。自ら実践鍛え磨いた格闘テクニックとセンスを使って取り巻きを育て上げている。全員強敵だぞ。それに加えて悪どい奴だからだ。何を仕掛けてくるか分からねえ。くれぐれも気をつけてな。はい、クラッチをヒカを助けててくれ、頼む。おう、オーケー、行こう。そうか、巣立ちじゃないか、育ちか。スジモンバトル、スジ編で育ちでとくか。まあキユさん入れとく方が個人的には安心できるんだけど、まあ本当にまあ楽しめばこっちの方がいいか。 OKOK、 何、ハーバー通り、あ、ここか。ちょっとレベル上げていくか、さすがに。
さすがにちょっとね、レベル低いものだと弱いんでね。そうですさん、とりあえず40にしてから連れて行きましょうかね。お、あったあった。これこれ、ん？なんだ？朝倉か？船着き場裏の倉庫？オーケーオーケー。覚醒、え、覚醒あるんだ。オーケー、35レベルオーケー。え、本当は S になんか入ってんだけど、マーク。育ちか。どうしようかな。まあ、レベルあれだと全員高いけどな。いやでも言うて、あでもそうか、一応悪になってんのか。いやどうなんだこれ。いやー編成を場所を入れ替えるか。どうだ、ああ一回これやってみるか。どんな文句見てみてんした。いや育ち強そうなんだけど。やってやろうぜ。まあ育ちコンボ打ってみるか。あーでも銃やっぱりどうなんだろうな、なんとも言えんな。何もう一ターンだと。待てよ。おめえに決めたぜ。行くぜ。舞い上がりカスタッチ。ナイスナイス。とっておきの準備ができたぜ。しゃ、よっしゃ。で、行った。めちゃくちゃ痛いじゃん。だがそんなのは関係ねえ。カスタッチ剣。いやでも育ちあんま強くないけど、おお手抜きと、おおどう、まあまあ全体くらい。やはりナルの戦闘あれが強い。えまだいってんのあいつ。癒しのハーブ全然癒されなそう。だってただの水タバコが緑の色なんだよなこれ。よし。いや絵面来たな。なんて恐ろしい絵面なんだこのゲーム。おっと。よし行くか。いやー装置が一体どんな感じでね相手と触れるのか楽しいですね。
行くぞ。なんだ、あ、ここか。ここにいるわけね。ここはジョー君暗室のはずだが。よう。よう、春日君。クラキ、ヨーカは大丈夫か。か、春日さんに逃げてください。こいつは強すぎます。いや、逃げない。師匠？逃げてばかりのじいさんはもう終わりだ。俺は逃げない。逃げずに前へ進んでお前らを助ける。いけ、なんだてめえ、調子乗ってんじゃねえぞ。え？あっ！師匠？すげえ。すげえっす、師匠。えへ、やるじゃねえか。雑魚なり訓練積んでいたってところか。面白え。だが雑魚は所詮どこまで行っても雑魚だ。ここにいる連中は昔から経験明け暮れた実力者ばかり。いい子ちゃんの雑魚が頑張って夢見ようとしたところで叶うわけねえんだよ。全然多分育ちのいい子じゃないんだよな。ペラペラ喋る軽薄な男だ。あん？なんだとこら。調子に乗りやがって。てめえら、こいつはつめ。行きますよ。三連戦バトル。ほんまや。おめえら、準備はいいか。行くぞお前ら。まさかの三連戦。え、やばいんじゃないか3連戦、大丈夫か。一応育ってはいるけど、でもあんまりちゃ育ってないからな。あ、レベルが低いのか、20か。はい、よかサスケ。まあこれは、あ、そういう感じでガンガン来るんだ。勝つことしか考えるな。オーケーオーケーオーケー。回転だ。スラッシュフォースってな。行くぞー。い、何一匹もやれなかっただと。こういうのはどうかな。マンホールエッジ。すごいの行きましょう。ファイター撃破。オーケーオーケー。いや、いた。なに、いやでもこれ追いつくんじゃないか。オッケー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 。危ない危ない危ない。いい試合だったぜ。またな。いや、これ技打てるんじゃないか。ここは一番ミネソンの気持ち悪いな。こうやってみたいな。全力で行こうぜ。俺たちが負けるはず。かっこいい真ん中のやつ欲しいんだけど。回線だ。フロムスクエアにいそうな感じでした。あいつかっこいいね。これからだ。容赦なき弾幕。ジャストミート。オーケー、いけー。どうでした。やばい、剣投げるんちゃく。単純にトミーガンってこと？強っ！いや、強いけども。くたばれ。え？まだ耐えてんの？え、すごっ！おめえに決めたぜ！極み！行くぞ！はい！ギャーシャミ来るぞ。そうだ。あー、オッケーオッケーオッケー。いいガード。
オーケーオーケー、まあ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 余裕だな。いい遅いな、こういちちゃっちゃって、これはちょっと少しな。何、牛の刻、確かに呪ってそう、こいつは。流れを変える、いやいや流れ変わる、なんか待って、やばいやつ来た。ジャンプキックみたいなやつ、弱、ちょっと弱、弱、え、こいつでめちゃくちゃ弱くない？こいつ首にしよう、次。ちょっと待って、ちょっとメガネが気持ち悪い、こいつ。ちょっと待って、こいつダメだな。ぐぐ、こいつは強い。次はお前の番だ、ジョーカー。おもっといやるじゃねえか、おもしれえ相手になってやるよ。四天王最強の男、ジョーカー様の力、どこと味わうがいい。え、そんな強いんだ、ジョーカー。ジョーカー呪文しようや、こっちの。ちょっと待って、全力で行こうぜ。さあ、どんなもんぞ。あいつらぶっ殺すぞ。いや、強そうだな、なんか。回転だ。でも、うちでも結構強そうだ、あれ。おっと、両チームとも気合が十分のようだ。今宵も始まります、筋神スタート。いや、どうなんだろうな。盤面が変わりました、行くぜ。まあ、カッサスケ行っとくか。ここでファイターを入れる。ファイター、ヘビーストーム、強そう。え、つえ、待って、普通にいて。待って、だが、これで、はい、何耐えてるんだとか、あいつ。盤面が変わりました、やばい、あいつ技強いつばっか打ってくるやんけ。いや、長いよこいつ。だが、行くぜ、はい、強烈な一撃が炸裂。いや、これはさすがに耐えれねえな。暴走チェーンソー、いや強いな、これ見た目が。いや、最後決めさせてるか。両チームとてつもない気迫です。飛炎脚行こう。おった、よいしょ、いいよ。とても見応えのある試合でした。ウルトラスステイン、いいですね。あ、いや、ガクッとするやん。バカな、この俺がこんな奴に。ほら、ゾク、二度と俺に逆らうんじゃないぞ。よし、待たせたな、大丈夫か。師匠、ありがとうございます。かっこよかったです。え、すだち、師匠。ああ、疲れた。え、あれあれあれ、オールが消えてく。はあ、気分も過ぎたし、仲間も帰ってきたし、よかったですね。これで心意気ダラダラできるぞ。え、ダラダラ戻っちゃうの、前みたいに。はい、やっぱりキャリア合わないですからね。私は私らしく言っていくのが一番です。さっきより超かっこよかったのにな。何？さて、帰りますか。こいつの復帰場にワイカでシースとシャレ込みますかね。待てよ。え、はい。このままじゃおろおきが収まるで。もうルールも筋金も関係ねえ。俺が自ら手裏をぶっ殺してやる。ボバ、どうしましょう。お前らよく戦ってくれた、あとは俺に任せろ。マネージャー間の問題はマネージャー間に蹴りをつけるさ。
え、嘘、ゴーストバトルなの？俺が相手になってるよ、かかってきな、卑怯者。なめるなよ。かつてハワイで喧嘩最強の男と言われた俺の本気を見せてやる。ルールなんか関係ない、こいつぶっ殺せ。待って待って待って、でも冷静に考えてほしい。もう怒られる覚悟はできてきてる。こっちはスジモン召喚、召喚したぞ。レベル10、え、待って、え、なに、10、え、10、え、ビビってんのか。覚悟、11、これはどう。調子がいいぜ。どういうこと、待って、11って何、スジモンってそのレベル低い時にやるやつだったの、しかして。いや、本当はめちゃくちゃ弱いとか、そういう設定なんなんだよこいつら。喧嘩売るなら相手を選ぶんだな。春日さんかっこいい、強いっすね。これそうそう、筋金マネージャーよりファイターの方が向いてんじゃないですか。確かに今さらそういうこと言うのは野暮ってのもんだぜ。見事だね春日一番くん、お前はキング。四天王全員倒すはさすが森笠さんのお気になきありますね。春日さんにはこれで僕の挑戦権が与えられることになります。権利を行使しますか。おう、もちろんだ。そうですか、楽しみに待っています。お、おい、助けてくれ。こいつら本当にムカつくやつらでよ。あれはドビとジョーカー悪いよ、ちゃんと謝って。おい、大丈夫か？何も撃つことはないだろ。四天王の品格を落とす者は排除する。それが筋神委員会のルールですから。委員会の方針に何かご不満でも。そういう関係性。え、いやでは参りましょう。えぐ、うん、うん、久しぶりだな森笠さん。なあお前、今楽しいのか？本当にこんな連中と一緒にいたいのか？今のお前は誰よりも強いし、金も名声も多くのものも得ている。だがそれで満足なのか？僕は昔の僕じゃないんです。ごめんなさい、師匠。え、師匠？え、そういう関係だったの、もしかして。俺は待ってるぞ。お前と委員会の力なんか借りて、お前とまた熱いバトルをできる日よ。博士、師匠って呼ばれてたけど、もしかして。ああ、キング俺の可愛い弟子だったんだ。筋神が好きで無邪気で心優しくて、俺の自慢の最高の弟子だったんだ。そんなあいつが委員会側についてではきっと何か理由があるはずだ。俺はまだあいつが変わっていないと信じてる。俺たちがあいつを倒すことで委員会から解放し、元のあいつに戻してやりたい。そう思うんだ。最後の戦い任せたぞ春日。おお、乗りかかった船だ。それに仲間を簡単に撃ち殺そうとするあの委員会ってのを気に食わねえ。ハクソン大事な弟子があんなやつに愛されてるってな、俺も助けるに協力するさ。ありがとう。ジョーカー大丈夫か、あんた大丈夫か。ああ、すまねえ。自分が助けねえよ。悪かったな。怪我人は自分の心配だけしてな。いよいよ次が最後の戦いですね。キングとのチャンピオンシップ。これに勝てば春日さんがチャンピオン、筋神マスターです。しっかり準備して、スタジアムに向かいましょう。おう、あと少しよろしく頼むな。もちろんですよ。勝てるかな。クラッチがポジティブだった。嬉しいな。そうだよ。やればできるぜ。俺たちの下克上見せてやりましょう。次がチャンピオンシップ、十分に準備してスタジアムに向かおう。行くっきゃねえな、これは。新しい出現ちょっと欲しいね。え、久々にいい相手が出てきたな。春日一番手頃そうな相手だ。しかもこいつ、あの森笠の秘蔵子なんだろ。元チャンピオンの隠し馬と現チャンピオンの戦い、なかなかドラマ性があるじゃねえか。いい工場になりそうですな。がっつり儲けられそうですぞ。
キング、お前いつも通りこいつを倒していければいい。必ず倒すこと、いいな。保証はできません。何？さっきのジョーカーと戦いましたが、彼は侮れるような相手ではありません。頭も受けるし、采配も的確、リーダーシップある。そして何より、ファイターたちの素晴らしい絆を築いている。とても優秀で理想的なマネージャーです。まるで森、ドクター森笠のような。何を落ち着いてやがる。何が傷だ。お前にはどれだけ我々がバックアップしちゃってるか分かってるだろ。え、そういう関係委員会と最強クラスのファイターを多額の金を使って古今東西から集めた英才教育プログラムを施した。今まで俺たちがいくら使っていたと思ってんだ。それに負けるかもだと寝ぼけと言うのも大概しちゃうバカタレが。すいません。それに万が一負けそうな時は渡してるソーススイッチをせと言ってあるでしょ。え、スイッチ、これですか。ええ、それを押せばスタジオの電源が切られシステムがダウンするようになっている。そんな状況になれば試合は成立しない。よって賭けも成立せず、我々の支援者の皆様は絶対損をしないようになっている。基本かつ万一負けそうになったらそれを押す。されどもできることだよ。それくらいは君もできるだろう。えぐー、このシステム。事情わかりますが、できるのは使いたくないです。てめえ、森笠や春日と話して感化でもされたんか。卑怯とか楽しくないとかどうでもいいんだよ。俺たちは支援者が得をするように掛け違いを組んで実行すればいい。それだけだ。お前はどう思うか関係ない。そういう約束だから。お前なんかをトッピしたってやったんだろうがよ。勘違いするなよキング。お前は偉大なるチャンピオンなんでもない。ただの委員会の支援者の皆様は駒だ。お前の感情なんか知らん。母親を大事に思うなら俺たちあまり歯向かわないことだな。か、母さんは無事なのか。お前が俺たちに従ううちはな。次のチャンピオンシップは支援者の皆様にもお前が必ず勝つように調整しますと伝えている。彼らは巨額の金をお前にベットするだろう。負けることは絶対に許されない。いいな。必ず奴らを潰せ。どんな手を使ってもな。わかりました。いい子だ。え、こんな暗躍する委員会だったのこれ。なんか意外でしたね。そういう系じゃないと思っていただけちゃったって、ここまでべったりだったんだ。なんならキングの立場がめちゃくちゃ弱いんだけど。いやー、ちょっと、どうしようかな。筋捨たねー。いや、なんか新しいやつちょっと欲しいよな。でもこいつボス格か。こいつ手に入れるか。やんのかこの野郎。よーし。あ、こいつらか。覚悟。これはどう。はい、爆散剣。無双だ。え、待って、強いなこいつ。いつでもどう。弱いんだよな。受けてみな。召喚。召喚。ちょっと弱すぎない。ちょっと待って、攻める気だ。いや、なんかないか。まあデビルフェイ打っとくか。じゃあ
にいた。待って待って待って。OK、はい、まずは回復。ちょっと休憩。ありがとうよ。オーケー、どんな感じなんだ超貴重だ、優勝引き紙、いやカスが、あとこれ買わないのかな、カスは。行くぜ行くぜ、いつでもよ。まあ、待って、アイテム使っておくか。まあ、カスがシュートやばいからな。オッケーオッケーオッケー。任せといて。腰抜きやろうが。覚悟。どうだっつ？何？どんな感じだ？あ、そういう系？いや、カスが弱いなこれ。やめるかカスちょっと。これ弱いっすなマジで。どうなんかな。おお、なんだ。あーローデオ、へい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 。いやこれ普通に死ぬやられた。なに、全力でいくよ。あ、オッケー、はいはい、回復だわ。調子がいいぜ。はいはい、オッケー、ナチュラルハイ、マインドスイーパー、ヨガ。いやーでもちょっと、ガツンといくぜ。うん、めっちゃ弱いけどやっぱり。なんか弱さのレベルが半端ないんだけど、大丈夫かこれ。いやトミーが超強く見える。ちょっと待って、はい、連携攻撃。行くぜ行くぜ。もらった。いや、かけらめで行こう。いや強いマジで。いやカスが弱い。いやこれはちょっと召喚士。ネタの予感がすごいな。全力でいくよ。調子が出てきたな。で火力として全く計算つけようね今のところ。お、来た、チャンピオンが。つかめたんじゃ。吸収が早いのよね。さらにお役に立ちましょう。よし。どうなんだろう。強くなるのかな。ちょっと待って。お、いやー、ズボンボックスポジティブ、え、なになに、おめえら準備はいいか。よっしゃ行くぞ。行くぜおめえら突撃。いや、スラッツさーん、しゃあやってやろうぜ。え、相手の方が早いわ。行くぞ。スタンラリアット。いったー。あ、そうか、お互いにやったら強いのかこれ。楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。これで。カスタス剣。オッケー。やばいかこれもしかして。よっしゃ。あ、オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ問題ない。い
行くぜ。ナイスな一撃。必殺技のチャンス到来。なんかやばいのか。デッサイズは強そうだな、あいつ。よ、いや、どうなんだろうな、でも。これでどうだよ、シェイ。ファイター撃破。よっしゃ。移動しがり。あ、一人狩られた。一人狩られたけど重いみたいな感じ。なんかあんまり強くないな。あんまり強くないんだよな。まあまあ相手もレベル高いんですけど、もあるんだけど。いや、こいつ見た目強さあったからな、期待してたんだけどな。そろそろ新しいニューカバーいるか、これ。ウェーブ、ニューウェーブか。悪徳インストラクター。いやー、悩ましいね、これ。何を入れるかか。どうしようかな。張り切っていこう。あったあった、これこれだ。まあ筋狩りもそうなんだけど、覚醒したとこでな、覚醒したとこでなーって言うんですかね。筋ガチャとか、筋ガチャ。はいはいはい、筋髪これじゃないもんな。待てよ、あれ、どこだ筋ガチャ。取り残はあげよ、OK。 待てよ、これじゃなくて、お、スジボンボックスネガティブ。ネガティブ、じゃどうなんだろうな。ボックスネガティブ欲しいか。欲しいような、欲しくないような、なんとも言えないような。おい、すごい気持ち悪いな、一番左。しゃあ、やってやろうぜ。すんごい、くそ、おい、え、相手強くない。くたばれ、獲物狩り。おい、硬くない？おめえに決めたぜ。行くぜ。どうだ、カッサスケン。とっておきの準備ができたぜ。これ、やっぱすだち、あれだな、強化してないからか、これ。あまり強くない気がするな、すだちくんは。なに、くたばれ。流れを変える。これでどうだ。すごい。ナイスな一撃だ。行くぜ。あ、臭い汁。
待てよ、これをじゃあこれと変えて、待てよ、はい、よいしょ、現実よいしょ、え、全然必殺じゃないんだけど、ちょっと待って待って待って、嘘、はい、そうチップ、おお、結構強いじゃん。まあ、人がありますね。はい。まあ、余裕か。で、これ40多いね。銀の門番か。まあ。うわ、弱点疲れちゃった、張り切っていこう、ん、なのこいつ、退屈だ、実に退屈だ、このようなありとあらゆる楽器にたがより美しいものが見たい、ドッキン私を楽しむ場所はないか、おしゃれレベル8か、なかなかおしゃれさんだね、安全で、あれ、筋ガチャどこだ、これいざ探すなかなかないんだ、筋ガチャ、筋ガチャ、筋ガチャ、あれ意外ないな、あそこ行きますか、じゃあ、はいはい、いつもですかね、結構近くにある感覚だったんですけどね、あんまりないんですね、いやー、どうだー、どうしようかな、何を育てるか、よし、あれ、あれ、ここを筋がさねえよ、よく見たら、あれ、ちょっと待って、あれ、じゃあ向こうで引きに行くか、ガチャ、まあここにあったもんね、ガチャ言うて、筋ガチャ、筋ガチャ、え、まあしかもすだちさんの代わりに欲しいやついたからね、エースのとこで引くガチャがちょうどいいかもな、あの神様クラス、あの一番下のチケットじゃあれか、極みゴールドなんでいたんだ、本当にどっかで拾ったんだろうな、よし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 、あれ、あ、もう一個向こうだったか、安全運転、行くぞー、炎タイプの強いやつを、
なんだこれ。ドッグフード、うん、オッケー。あとで何かに渡そう。あった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 。さあ、属性これ使いたいんだよな。やっぱそうだわ。招待券ガチャ伝説の進む、これ伝説だったんだやっぱ。いつちょっと待って待って、なんかジャパン選抜ガチャが多分出たんだよな、そう考えると。ここのレアのやつがあれだったんだな。おっしゃ、なるほどね。聞こうぜ、じゃあレアモン。お、レアモン出たんじゃないこれ。2体出てる。強風が私に囁く。君と共に歩めと。だ、何？ハズレだろこれ。待って。おっしゃ、大当たりだ。何？当たりやついる？当たりいなくね？あ、じゃあ超大当たりなんだあれ。波に乗ってるようじゃ二流だ。え？作るんだよ波をな。え、かっこいいけど。なんだ？こいつ伝説か？ねえこれ。おっしゃ、大当たりだ。どんな顔してねんこのゲーム。あ、あれ本物当たるのへん。やばい当たりいるんじゃない？これもしかして。いる気がする。きたー。何あいつ。誰？スジモファイト。お別れするスジモ選んでください。マジ？そんなのあんの？じゃあ、お別れするスジモって何なの一体？ちょっと。そういうのもあるんだ。なんかおおんだって今。いや、スジモン強化か覚醒もしたいけどね。スジライダーも強い。殲滅ミサイル、破壊光線、待って、すさち、お前レベル低くね？今気づいたんだけど、ちょっと待って。嘘でしょ。これ進化すんのかな。あ、進化もしないか。進化するやついないわけ？あれ、じゃグラサン打つもんか、もしかして。完了。なんだろう。なんか今何とも言えない気持ちになったわ。いや、なんかあんま進化しちゃったって。でんちゃいや、ほんとに。なんか強そう。いや、あんまり強くなそうだな。いや、これは多分あれじゃないか、あれになるんじゃないか。ちょっとあの亀仙人みたいなやつ。
部門隠すよ、刃物も、まさかの連撃客、待って待って、どうなんだこれ。進化完了、無双の達人だって、なんかもう、もうちょっとなんかなかったんかなんかえ、こいつ進化したら強そうなんだよな。あー、もう進化もないのか。なんやかんや元がいるんだな、そう考えると。スジサーファー、これもいらないしな。これ何になるんだ。一刀両断、ちょっとあのあれか、ごついチェンスなんですか、もしかして。あー、やっぱそうか、ひこり暴れチェーンソーか。まあこれもわ、ニワトリ、いや、あんまり進化しないな、こうやって見ると。ナンバーワンホスト、オッケーオッケー、ナンバーワンホストで覚醒させて、うん、ダメか。これどうだ、このカッパはどうなる。うん、こいつもダメか。いや、これは進化するんじゃないか。ライズステップ、ライズステップなんか聞き覚えるな。トラブルダンサー、ちょっと待って、いらねえ。なんかあのかっこよくないやついねえのか、この中に。バブリートルネード、なんかあれか、パークです。あー、出まかせホッパー。これは、ひっかき小僧は、ひっかき小僧なんか見りゃやる気がするな、これ。やったじゃねえか。切り裂き幹部か、まあ、まあ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 。え、これ何、ネクロマンサーって、これ何。え、これ進化ないんだ、これで。嘘、これは、これも何、もしかして。そうでしょ。あ、これは進化しそう。なんかこいつでなんか強化普通にありそうやもんね。あの、ちょっとかっこいいあれじゃない、中二病みたいなやつじゃない、これ。あ、やっぱりそうだわ、スリムカス。いや、でも弱いな。進化完了、怪人ブラックシャドウ。うん、なんか、なんだろう、なんか、なんとも言えんな。これは何や、飛び蹴りコンボメン。なんだこいつ。まあ、そうね、なんか何とも言えんな。
まあ、テストを貸しといて、まあ、すだちはまあ、いらないから、消して、ちょっと待って。いや、これ、どうしようかな。まあ、育ちはまあ、ちょっといらないんですけど、まあ、殲滅ミサイルはちょっと興味ありと。いやー、でもなんかそこはね、なんだよね、そこまでなんだよな、見てる感じ。いや、ちょっと炎がちょっとがピッカピカちゃう。よっしゃ、今日はついてるぜ。もしかしたらこうピッカピカしたりとんでもないって使われたね。おっしゃ、大当たりだ。え、なんか当たった？待って、え、なんか当たった今。よっしゃ、今日はついてるぜ。あいついいんじゃない、ピックアップガチャで。やったぜ、これからよろしくな。なんかヒールレスやたら来るな。おっしゃ、大当たりだ。今日はついてるぜ。無線イーターでしょ。一緒に強くなろうぜ。やったぜ、これからよろしくな。だからなんとも言えんな。いやー、でも、いやでもウェルスいい、選別区いいんだけどな。スジマシンの方がキングっぽくていいんだよな。いや、スジライダーかな、そうやって言うんだったら。まあ、じゃあ行こうか。キレキレだな。いや、でも伝説がやっぱね、普通に強い。オーケーオーケー。で、これで、じゃあ、編成で、え、自分で、え、名前つけんの？名前か。奈良県代にしよう。編成。で、赤の、ああ、違う違う違う、間違えた。で、これをこうか。で、他のやつが、青がそんないらないのか、2体も。まあ、一応、キースさんにしよっか。まあ、これでいいかな、今回は。よし、じゃあ一応キングしばきましょうか、これでね。さすがに、さすがにいけるでしょ、これで。ま
ける気しないよ。確かに俺も伝説を持ってるからだ。どこだこれ戦いの場。お、ここか。スジスタ行けばいいのか。これもしかして。多分ここな気がする。多分だけど。俺もついにこれでキングになるのか。お？アロハ。コロシアム？いや。あ、コロシアム合ってるわ。おい。Sure thing。じゃあもうここで戦えるのかい？ああ。戦わせてくれ。スジキンと。え、どういうパーティーになるんだろうな、でもこれ。さあ、お待たせしました。スジ神チャンピオンシップの開幕です。我らがスジ神マスター、キングに対し、四天王を撃破した。新生春日一番チームが挑みます。すげえ盛り上がりだな。なんだかお腹痛くなってました。あたたたたたた、僕もです。あが奇遇だな。俺もさ、お前らしっかりしてくれよ。それでは登場してもらいましょう。チャレンジャー春日一番チームの入場です。ここですか。春日チームのセカンドユニット、なんと筋紙を追放された元チャンピオンドクター森笠がついています。マネしちゃったキングとして因縁対決になります。いやー、これは盛り上がりますね。そしてチャンピオン筋紙マスターキングの登場だ。来たか、キング。ついに。よ、キングさん、今日はよろしくだ。楽しもうぜ。楽しさなんて必要ありません。僕は勝てばいい、それだけなんです。またそれか。まあいいさ。いや、でもあんたをワクワクさせてやるよ。かすか頑張れ、押していくぞい。さあどうなる。それでは始めましょう。スジ神チャンピオンシップキング VS 春日、レディーゴー。え、準備はいいか。四天王星ないのか。勝利以外は。え、強そうなんだけど相手。両チームとも気概は十分のようだ。今宵も始まります。行くぜ。はい。スタート。ここでファイターを入れ替える。人？マジか。いや、マスクないわ。ちょ、逆に。これあれじゃないか。相手低いんじゃないか。オーケー。池田の健太。そろそろとっておきが飛び出すか。とっておきが飛び出す？火災スプレー。あずま、消すから出せなかった。火災スプレー。火災ゲーム。体勢を
整えるようです。どうだ、まずいか。これは破壊構成、え、強そう。見てー。だがしかし更新は待って、やばいかも。互いのプライドがぶつかり合います。はい、最高、最高の応戦伝説の極み、それこれはとんでもない刺激が決まった。チームカスが現筋神マスターに見事勝利。新たな筋神マスターはカスガー。なんかめっちゃ汗終わったんだけど、勝者春日一番なんていうことでしょう。防衛気力を更新し続けた絶対王者キングがついについに敗れました。よっしゃー、やりましたね春日さん。ああ、それではチャンピオントロフィーの贈呈です。あなたは筋がいますわ、春日一番。え、なんだ、特に妨害なんもなかったんだけど、え、あの野郎、委員会そぶこには罰を。え、ありがとうよ、ありがとうよキング、すげえ面白い試合だった。感謝するのは僕の方です。ありがとうございました、春日さん。あなたと戦って、久々に、ああ、筋神って楽しいなと思いました。ありがとうございます。僕に本当の僕を思い出してくれてありがとうございました。なーに、俺は博士に言われてやっているだけだ。本当にあなたのことをずっと思っていたのはこの人だ。感謝するのはこの人にしてやってくれ。森笠さん、ごめんなさい。キング、お帰り。どうなるんだこれ。いや、一見落着ではないだろうな。さあどうかな。ん、囲まれてる。なんだてめえら、新住民を歓迎してくれるのか。残念ながらお前は歓迎されていないんだよ春日一番。てめえらが勝つもせいで骨董系がむちゃくちゃだ。俺らに出資してくれている支援者の皆さんが大損こいちまった。あの方々の支援あってこそ、あの方々の利益のために筋神も委員会も存在する。君たちがやったことは筋神の滅亡にもつながるんだよ。何言ってんだこいつら。委員会を裏で操っている支援者と呼ばれる連中は僕の勝利に巨額の資金をかけていたんです。それなのに絶対に負けるはずのない僕が負けてしまった。そのせいで大損した。だから怒っているんです。我々が怒っている春日一番だけじゃない、むしろ一番腹が立ってお前だよキング。俺たちとの約束も破りやがって、なんで負けそうになってもスイッチを押さなかった。あのスイッチを押せば負けそうになっても試合を不正することができる。なのになぜ押さなかった。今までやってきたことだろ。やってきたの、そんなこと。僕はもう疲れたんです、あなたたちを奴隷として生きることに。僕のことを思ってこんなに険しい戦いを続けてくれた人たちにこれ以上卑怯な手を使いたくない。正々堂々と楽しく勝負がしたかったんです。キング、くだらねえな。ああ、君のその感情、そんな感情せいでどれだけ支援者の皆様がそうしたか分かっているのかね。君が不自由なく暮らしているのも、君の母親が生きていられるのも支援者の皆様のおかげだろ。母親、僕の母は今筋神委員会の監視下にあるんです。いわゆる人質みたいな状況です。なんだって。元はといえば僕が行けなかったんです。当時母に病気が発覚して治療費が必要になって困っていたところで委員会から契約を持ち出されて、それで博士たちを裏切って委員会側に着いたってわけか。はい、森川さんたちを裏切りたくはなかったのですが、母を守りはこれしかないと思って。すみません、いや、こっちの方こそすまなかった。おふくろさんがそんなことになってつらかっただろう。
気づいてやれなくてごめんな。結果的にその契約金のおかげで母は手術をし、病気から回復することができました。でも委員会は母と僕が会うことを認めてはくれなかった。なぜ？当たり前だ。母親を返したらこいつが我に協議し続ける保証はなくなる。もしかしたら裏切るかもしれない。そんな半端なやつをチャンピオンとして忙しくても我々が行動しづらいからな。母親を人質に取っておけばこいつの反抗も抵抗の件一生我々の奴隷だ。とても便利じゃろ。てめえなんてやつらだ。初めからそうつもりだったんだろ。だがもうこれ契約不成立。お前もお前の母親も終わりだ。え？委員会に背くには罰を。お、てめえ何しやがれ。カズカさん、高校は俺に任せろ。ちょうど運動不足と思ったところなんだ。俺にも少しは戦わせてくれ。みんなほど知らずが、委員会の力舐めるなよ。え、そんな強いの委員会。お前らここで終わる。よっしゃ行くぜ。よし、はあ、爆炎参加、ほい。調子がいいぜ。行くぜ。行くぜ。震源切り、はい。いや、トミー強すぎてマジで。これがトミーの力ってこと。ぐっつ強い。キングてめえ、許さねえぞ。監視に行ってお前の母親、今すぐぶっ殺してやる。え、そいつは無理だな。あん？え、お前らどういうことだ。こういうことになると思ってさ、先んじてキングの母親を助けておいた。安心しているぞキング。お前の母親を拉致してた連中は俺だけどうしておいた。お母さんは安全なところに連れて行ったわ。だから大丈夫よみんな。どうして？お前と同じだよ。俺らもこのおっさんたちの熱が移ってしまったんだ。金と立場を与えられて麻痺しちまってた。もともと俺たちは筋紙が好き集まっていただけなんだ。金も OK じゃねえ。もう一度昔みたいに心から楽しめる筋紙を私たち一から作りましょう。みんな支援者連中ももう筋紙は見放すそうだ。あんたらの好きな支援者こう言ってたぞ。全てを罪を背負って豚箱に入れ。それが委員会の次のミッションだってな。な、そんなもう金持ち終わりだよ委員会の皆さん。俺たちの筋組みは返してもらうぜ。ちくしょう全部終わったな。うん、ああ。え、こいつの素顔どんな感じだったやろな。筋紙なんか筋もあれだったね。奥が深そうに見えて特に奥はなかった。やば、伝説を拾えたのもあったのか知らない間に。春日、それにそしてさ、いやみんな本当にありがとうな。なーに、いいってことよ。俺もなんだかんだ結構楽しかったし、私も春日さん会えてよかったです。これはマジですよ。これからみんなはどうするんだ。また一から始めようと思います。委員会なしの楽しい戦いの場として筋紙をもう一度ゼロから作っていきます。これからも対戦したくなったらいつも遊びに来てね。ああ、分かったよ。今度はあんな委員会みたいな奴らが出てこないようにな。はい、はい、本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。春日、これは俺からの枝受け取ってくれ。え？流行バット強そうだけどあんま強くなそう。ちょっと博士、なんか足りてないんじゃないですか。え、ほら安くしたでしょ。ザギネチャンネードシーする約束ですよ。俺は約束してないけどな。だが分かった、今度日本に行ったらみんなで行こう。約束ですよ。楽しみ。じゃあなー、みんなありがとう。春日、いや、すだちも博士んでも帰っていいぞ。
うすだちはもうね、まあ、特にいらないんでね、まあお帰りいただいて。ん？あれ？そいつさんたちにまだついてくんの？博士でにお金に雇われたんじゃ。なーに、水かけさ言ってんすか。俺たちも春日さんの仲間じゃないですか。マネージャーとファイターの血は永遠です。どこまでもお供しますよ。どうせ暇だしな。はい、暇なんですそうかい。さあ、じゃあこれからまだまだ行きますか。え、行くとこに決まってるでしょ。スジモンマスターを目指す旅ですよ。この世界にはまだあってスジモンたくさんいるはずです。伝説のスジモンと呼ばれている連中もいるみたいです。スジカミマスターになったくらいじゃ終わらないんですよ。私たちのスジモン探しの旅はね。なんかそれっぽいこと言ってるけど、俺は別にそんなやる気は。キャー、ノリ悪いっすね。私らファイターが行くって言ってんだから、一緒に行くのはマネージャー仲間でしょえ、分かったよ。よし、それじゃあ行きましょう。皆さん、スジモンマスターまだ見つけ、レッツゴー。いや、もういらないんだが、別にすいません。伝説は気になる、確かに。レイドでボーナス発生を確実があって、スジポスポットキャラでアイテムが強化されて、はい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 、スジカに殺して新たな戦いが解放されました。思わぬ強敵。いや、まさか。でもなんか召喚師弱いんだよな残念だから召喚師が弱いのかな。一番気になってはいる、個人的には。え、奈良県って999。え、ちょっと待って待って、え、めっちゃ強くない？え、どういうこと ？999。私の出番ね。ユキ。やるぜ。あ、間違えた。行くぜ行くぜ。攻める気だ。よし。はい。まさか。めっちゃ強くなって3段つくんじゃないか今。はい。いや、強くなってるような気はするが、ちょっとわかりませんね。あ、ただ朝倉気になるな。ちょっと朝倉行こう。なんか技もらえるっぽいしね、朝倉ね。召喚師はぶっちゃけ弱いな。弱い上にちょっと今のところなんか面白みかけてるだけ。大丈夫かな。やんのかこの野郎。よし、覚悟。これはどう。はい、オッケー。行くぜ行くぜ。もらった。まあ深淵に行っとこうか。はい、深淵。はい。弱いな。全力で行くよ。よし、じいちゃん動くの早いね。いいね。左引き。はい、オッケー。調子がいいぜ。いやー、なんとも言えないな。だって本当になんとも言えないな。うん、いけるじゃん。
うまいね。オーケー、まあまあとりあえず朝倉やっちゃうか一回。興味ないって言ってるだろ。そんなこと言わないでくださいよ。せっかく見つけたのに。そうそう、あの朝倉ついに海外遠征で会話したらもつきっすよ。なんだあいつは日本人か。あんまり穏やかな感じはそうだが、最後の真剣勝負。そう、私も格闘系の動画最近始めまして、ちょっとずつ人気出てきたんですよ。ヨッシーチャンネルっていうんです。何、ヨッシーチャンネル。あ、俺が代表のヨッシーで、こっちが佐々木、そいつがタクマです。ただいまいちバズらないっていうか、だからドカンと一発かましてインフルエンサーと企業に乗りたいんですよね。でいろいろ考えて思いついたのが朝倉チャンネルとのコラボ。前は他の人よくコラボしてたじゃないですか。朝倉渡米の理由がすごすぎた。喧嘩バトル炸裂、容赦ない打撃、相手は死亡、エグすぎるだろそれは。朝倉のピンチによし緊急参戦みたいな感じ。まあ内容は適当に考えますけど、とにかくこれアップしたら絶対バズると思うんですよ。対戦相手はその日のチンペン金いくらかつかませて負け役やってもらおうと思ってます。好きなだけボコっちゃってください。あ、もし巻き添えたらそこはカットするんで大丈夫っす。チンピラ派手に殴ってる絵だけ撮れば、あとはいい感じ編集しておきますんで。俺はそういうのは今興味ねえんだ。今は強い奴と真剣に戦う動画を作りたい。やつも弱い奴、僕らもう終わりだ。俺は自分より強い奴を倒す。そのために自分を磨く。それが格闘技の原点だからだ。はあ、つまんねえなあ。いや、つまんないなと思って、この間の動画を見ましたよ。確かに再生数は伸びてましたけど、ぶっちゃけ地味でつまんねえなって感じでした。ちょっと新鮮だから受けただけっしょ。やっぱ動画は派手やつやってなんぼっすよ。朝倉さん鼻あるんだし、雑魚いチンピは血まついするだけでもすぐバズりますって。収益の取り分は、おい、え？二度も言わせるな。俺はもうそういうの興味ないって言ってんだ。お前らさっきから目障りなんだよ。うっ、こっから消えろ。なんでよ、せっかく花持たせてやろうと思って言ったのに。余計なお世話なんだよな。お、覚えてろ。よ、朝倉、なんかトラブルか。 いや、別に何でもない。顔を追い払っただけだ。そんなことに、今日俺たちの最終決戦だろ。また強くなっていったか、春日一番。ああ、お前も相当自信つけてきたみたいだな。まあな、最終決戦だ。最後は後悔してくねえからな。よし、早速やるか。準備はいいか。ああ、もちろんだ。俺も自慢の筋棒を使わせてもらうよ、今回はね。いいよ。さっさと始めようぜ。俺の番だ。まずはファイヤーパンチから行こうか。ファイ！よくやった。弱っ。よし、やるぜ。その程度じゃないでしょ。ガツンと行くぜ。おう、え、普通に殴った方が強いんだけど、ちょっと待って、嘘でしょ。え、ちょっと待って、おい。どんなもんだ。あ、これはさすがにか。オーケーオーケー。受けてみな。はい、まずは首をさ。はい。ぶちかま。本体の方が絶対強いじゃん、戦ってな、これ。おかしいだろ、これ。ちょっと待って。まだやる気ないよ。行け、スジモ。お前の力を見せてろ。はあ。弱い。
え、技を覚えたら強くなんのこれ。ちょっと待って、マジで弱い気がすんな召喚士。はあ、思った以上だ。ここまでやるになるなんて、それはこっちのセリフだ。最後くらい勝てるかと思ったんだが悔しいな。でも今までで一番すがすがしい気分だ。ありがとう春日一番。こちらこそ。なんか技くれんのかな。あのパンチが入ってれば俺が勝っていたんだけどな。タラレバってやつだな。だがお前ともだけはマジで学ぶところが大きい。いろいろ参考させてもらったよ。技とかもよ、結構盗ませてもらってんだぜ。おいおい、著作権侵害じゃねえの。お前だって人ともだけ勝手に動画配信してんだから、お互い様だろうが。え、違いね。俺たちウィンウィンってやつだな。ところでさっき絡まった連中何だったんだ。ああ、俺とコラボしたいとかなんとか言っていた三流配信者の連中だよ。あんたとも真剣勝負動画でバズってるから乗っかりたいって腹だろ。コラボか、受けたのか。いや、もちろん断ったさ。そいつはやらせても何でも多くの連中だったから、俺を目指す方向性と合わない。俺は今本当の戦い、男と男のぶつかりみたいな格闘技を本質的に倒すとテーマやってるからブレたくないんだよ。そうそう、失礼な連中だったしな。え、そうか、ちゃんとしてんだな。当たり前だろ。自己プロデュースしっかりしないとすぐに視聴者に見透かされちまうんだ。動画会話も結構シビアなんだぜ。いや本当にそう。どこにでもいろいろあるんだな。でも改めて思って、俺もちょっと前まであいつを大して変わらなかったのかもしれないってさ。格闘技もおさねでセンセーショナル煽りだけしまくって弱いやつ殴ってさ。ああ、俺もこんな感じだったなって。だが今は違うんだろ。ああ、俺自身も昔の俺より今の俺の方が好きだ。だからあんた、いや、春日さんには感謝してる。俺を本気にさせてくれてありがとうな。こちらこそ。で、朝倉これからどうすんだ。もう少しハワイでトレーニングしてから日本に帰るつもりだ。春日さんはもし日本に持っていったら声をかけてよ。一緒に飯でも食いに行こう。おう、楽しみしてる。じゃあな、朝倉。いけ、バキューンって撃たれないか。何これ、朝倉目いきやがって。でも日本で見たするとなんか感じ違ったな。圧がやばかった。クソ、朝倉を消しかけて派手な動画性取り合いバズるって儲かったのに。なんだ、うん、じゃもうこれしかねえな。あ、もしもし、一人ぶちのめして欲しいやつがいまして。はい、買えならいくらも出しますんでよろしくお願いします。これはバズると楽しみにしとけよ朝倉。え、KO ラッシュ。あ、確かになんか撃たれたわ一回。え、これ召喚士やめた方がいいんじゃねえの。いや、なんだろうね。今のところ召喚士が強くなる部分が全く見えてこないっていうのが一番面白い。これなんだって。え、これってなってるな。はい、というわけで、無事に、スジモンチャンピオンになったので今回これで終わっておこうと思います。思ったよりあっさりしていたなっていうのが個人的な感想ではあるんですが、それはそれでまた OK というわけで、またよかったら見てください。ビンタスでした。よければチャンネル登録もお願いします。 See you。 なんだそこで待ってる朝倉から。はい、というわけで次回は朝倉をぶっ倒しに行こうと思います。ほな、またねー。